次です。こういう木、ね、木材と棒で作るフェンス、この通りレシピが変わりました。レシピが変わったと同時に色が筆色に固定されとったやつですね。どんな木材で使っても色が一色に固定されとったんが、こんな感じでそれぞれの木材の色になるようになりました。ただ前は確かもうちょい少ない素材でできとったのに、それが多くなってしまったみたいな、作るための素材が多くなってしまったってことでちょっと残念なところになってしまいましたと。とりあえず2色作ってこんな感じでつなげて、こんな感じでちょっと仮面ライダーダブルみたいになってますけど若干仮面ライダーダブルみたいになりましたけど、さあお前の罪を数えろ。罪なんてないよ次なんですけど、ちょっと若干面白いようなアイテムを紹介しましょう。これです。バリアブロック、置いたらこんな感じでバッテンがつくんですけど、これは何かっつったらインテリアとかそういうんじゃなくて、ここ通ろうとするとこういうブロックされてしまう。まあ要するになんか見えない壁を作るみたいな、ここは絶対立ち入り禁止みたいな感じの壁を作るわけですよ。ちょうどせっかくなんで、あれ、あ、これ壊せんのかな、あ、壊れるんだ、よかったよかった、いけたいけた。せっかくなんでここにいる雲にちょっと協力を仰いで、ちょっと四方を囲んでみましょう。まあとりあえず適当にこう囲んでみるゲームモードを普通に戻す来いや来いや、あ、消えた消えたんじゃ、消えるんじゃ、あーちょっとお前上飛び越えてくるなお前何お前上飛び越えてくるんやこのバリアブロックなんですけど、これを手に入れるにはコマンドを使うのはあかんのです。このコマンドがこのスラッシュギブアットマーク P マインクラフトで、この点2つって何て言うかは知らんけど、確かコロンだったかな全然覚えてないんやけど、でバリアですね。でこれでエンターを押すとこんな感じで1個与えられましたと出てくるんです。あとは置いてこれ意見用意するみたいな、アスレチックとかに作れる、使うんに、これをちょっと面白くなってくるかもしれません。ここに何もないのに、何もないのに、いけんやないかっていうね。次の紹介、早やれって。次の紹介なんですが、次は新しいモブについての紹介をしていきたいと思います。まあ、卵、スポーンエッグさえ見てくれればわかると思うんですけど、これ、ウサギ。ウサギが登場したんですよ、これ。見てくださいよ、ウサギですよ。耳二つ、なんかハサミみたいな頭をしているウサちゃんですよ。本当にハサミみたいに見えてくる、これ。もうちょいさ、斜めにポーンと出てこんもんかな。なんか縦に、まっすぐ上に向かっとけん、余計ハサミ。は、開いた、開いた。この間に髪挟んだら、髪挟んだら聞いてくれそう。どこ行くの？そっちに水だよ。ウサちゃん泳げるの？泳げるお前。泳げる。結構泳げる、こいつ。うさぎって泳げんイメージあるんやけどな。溺れてない？若干溺れとうようにも見えるけど。助けて、助けてってなっとる感じがするんやけど。あえてほっとこう。このうさぎなんですけど、あ、あれ？死んだ？助けて言おうとな。ごめんな。ごめんな。まあ、もう色違うん出てきた。やったら焦げたん出てきた。南の国のウサギかな、これは。こんなバリエーションあるんじゃ。それは知らんかったわ。まあ、このウサギなんですけど、かわいそうなことにちょっと殺してみましょう。逃げた！めっちゃ走る。早い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 。め、意外と早い。ほら。あ、出てこんかった。本当だったらドロップするところを見たかったんやけどな、アイテム。これこれこれ。こんな感じで、生のうさぎ肉。肉を落とすんですよ、うさぎも肉を落とす時代になりました、とさ、というわけですよ。あと、うさぎの皮。確かこの皮はなんか、前からずっと皮の皮になるとかならないとかいう話を聞いたような気がします。ここまで覚えてない。覚えてないのに言うなよって話だけど。
あと話によるとウサギってね、天体に1対2の確率でキラーラビットっていうのが出てくるんですよ。赤い目のウサギでプレイヤーに襲いかかってくる感じの、半径4マスに入ったらプレイヤーに襲いかかってくるタイプのウサギが出てくるんですよ。戦隊に1体なんですけど、ちょっと見てみたいけん、ちょっと頑張って出してみようかなって、ちょっとやってみる。あ、もしかしてこの赤そうなん？え、この赤そう？ちょっと待って、2体できたけど、なわけないよな。この赤そうとは思えないけどな。ちょっと、ゲームモード変えてみよう。こいつかな？だとしたら早出てきすぎやけど、来るんかな？おい、ボケ。違うな。キラーラビットって言うからにはもうちょい襲いかかってくると思うんやけんな。ちょっと、これはキラーラビットじゃないな。よっしゃ、こんだけうじゃうじゃ沸かせたらさ、一匹ぐらいさ、キラーおるんちゃうんかな。確かめていこう。ここでゲームモードを、サバイバルにしたら襲いかかってくるんじゃないかな。半径1マス、4マス以内に入ったやつが。一匹ぐらいおるだろう。こんだけ沸かせたら一匹ぐらいおるだろう。いない！こんだけおってキラーっていうかさ、俺に勇敢に襲いかかってくるウサギが一匹もおらんかったよ。こんなに出したのに一匹もキラーラビットが出てこんかったね。なんなの？お前ら勇敢に襲いかかってくるような勇敢なウサギおらんの？何これ。せっかく出したのに俺の家の屋上がウサギ天国になってしまっただけじゃん。あそこで殺すんがめんどくさなるわ。もうこのまま設計の家の名物ウサギ天国のこのままにしとったろうか。まあ、最後に紹介しておくんが、人参やね。この人参をめっちゃ人参にめっちゃ群がってくるやん、ここら辺のやつ。ちょっとサークルみたいなのができとんで、なんかミステリーサークルみたいになっとんね、これ。お前ら食欲旺盛すぎるだろ、お前ら。チャンチャ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 。なんだったこれ。これを、人参をこう、ウサギに与えたら繁殖するんですよ。まあ、従来の牛とか馬みたいな感覚やね。食べ物は違うんやけど、まあ、こんな感じで繁殖するわけなんです。子供が生まれるってことやね。そういうこともできます。しかし、ウサギって言うたら、犬や猫に次いで人気のある、ペットとして人気のある動物だと思うんですよ。なんかね、俺の知り合いのマインクラフター、まあ、実況者にさ、名前がルーから始まるバカ狼がおるんですけどね。まあ、そいつが動物モッドだったかな、ヤイオンやけど。もうなんか近い将来、バージョン上がっていったらさ、動物モッドなしで動物たくさんおるようなマインクラができそうな気がするんよな。
ライオンとか出てき始めてさ、うん、そんな気がするよな、これ見よったら。楽しみでしょうがない。